いいものを持ってるんで、ストレートの力強さっていうかね、コントロールだけだったんでね、すごい期待はしてましたよ。はい。課題としていました左バッターに対しても今日は完璧に抑えましたね。そうですね、ゼロアンダーですかね。変化球もね、ツーシームとか、いいところに決まって、本当にこうちょっともう少し、フォアボールも多くてね、打たれるかなっていうのは思ってたんですけど、予想外 のナイスピッチングでした。はい。監督、あそこで続投といいますか、次のイニングというのはいかがでしたか？球数がね、やっぱ未知数だったんでね、本来、時期にもよるんでしょうけど、今こういう、ね、連敗中でもあるし、大事を取ってっていうか、本当展開によっては、ね、もう1イニング、ね、行かせたかったですね。はい。今後の課題でしたり、監督期待していること、彼には。やっぱり今日みたいなピッチングって言えば、できすぎといえばできすぎかもしれませんけれど、やっぱり期待してるからこそ送り出してるんでね、次もやっぱ同じぐらいね、やってくれたら本当にこう、楽しみなピッチャーですね。はい。打つ方ですが、今日は初回から先制で取れましたね。やっぱり福留ゴメスですよね。鳥谷がフォアボールで出て、それは結構点つながってね、影のなんていうんですか、立役者は今日はエゴシじゃないのかなと、はい、思ってますね。はい。それはどういったところですか？やっぱいいフォアボールを選んでね、ヒット2安打ですかね、3番ですけど、こういいつなぎ役したんじゃないのかなと思ってます。その中で今日ゴメスがホームラン久々に出ました ね、 ねえ、何年ぶりかにみたいなホームランですけどね。はい。本当やっぱりその彼が打つのと打たないとではもう大きな違いなんで、やっぱり今日は本当に福留とゴメス、やっぱ中軸の2人、彼らが打てばこれ点が入る、まだ勝てるっていうことだと思いますね。これ連敗ストップで、さあ明日からは本拠地で広島戦ですね。そうですね、やっぱ前回広島でやられてるんでね、やっぱそこまず気持ちでね、もう絶対に前回の借りは返すんだっていうね、そういうなんで思いって言いますかね、これは選手がもう絶対持つべきです。はい。金本監督でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。